カタラの戦いは、建武政権期、延元元年、建武3年3月2日に行われた合戦である。五醍醐天皇の建武の申請から離反した足利高氏は、建武政権から高氏追悼を命じられた、新田義貞を、箱根、竹の下の戦いで破り、さらに、新田軍を追撃して、京都の確保を図るが、1336年。 楠木正成や北畠秋家らと連絡した、宮形勢に京都とその近辺で破れ回路清掃し、途中張り間国の赤松のリ村らに助けられ、再興をかけて九州に下った。高氏は、足利方に味方した、非全国守護の将によりひさらに迎えられる。一方、宮形に味方した、非後国の菊池武都市をはじめ、区全国の秋月主導。 肥後国の阿蘇これガを、筑後国の鎌内武久、星野家能など、九州の諸豪族の大半は宮方に味方し、その軍勢は2万期以上まで膨れ上がる。勢いを増した宮方の軍勢は、博多を攻め、小児の本拠打財布を襲撃して陥落させ、小児提供を自害させた。足利勢は、筑前国村方を本拠とする、宗方氏治りらの支援を受けて、 宗方大社に戦勝を祈願し、地区全国の多タ,タ浜に布陣した菊池氏率いる宮方と戦うが、足利軍は約2000に過ぎなかった。兵力の差は歴然で、小児提供が足利軍のために調達した装備は、菊池軍の打財布攻撃の際に消失していたため、当初は宮方の菊池軍が優勢であったが、菊池軍に大量の裏切りが出たため戦況は逆転し、 菊池軍は総崩れで敗走し、阿蘇コレナオは戦死した。多数の裏切りを出した背景には、九州の諸豪族を軒並み味方につけて、大軍を組織してはいても、その大半は、宮形有利の情勢を見て、ぜひなく菊池武都氏に味方したものであったという事実が存在する。確かな宮形と呼べるのは、阿蘇コレナオぐらいで、その他のほとんどはもともと日和み。 もしくはむしろ高氏よりの武将たちであった。また、圧倒的に不利な状況であっても終始積極的な戦法を取り、一度宮方についたもの,の寝返りを誘った高氏の戦略も見逃せない。この戦いの結果により九州のほぼ全域が足利方につくこととなり、高氏は体制を整え直した。高氏は、 一式の隆治や二期吉永などを九州の押さえとして残して再び上落し、摂津国港川の戦いで楠木正成を破る。しかし、この戦いの後も菊池氏は頑強に抵抗を続けた。当時の戦場の多くが福岡流通センターの敷地となっており、その一角の県道福岡直方線流通センター西口交差点に記念碑が建てられている。 そこから南東に進むと戦死者を祀ったカブト塚の跡があり、カブト塚由来機の石踏みが建てられている。ありがとうございます。